どうも。じゃあ撮影やっていきます。今日はツイッチです。ちょっと待ってね。ちょっとバナナちょっとリラ渡して。ごめん、なんかマップ変わってる。バナナ、バナナ聞こえてる？あ、そうそう、それどうも。あ、ちょっと待って、何の音したんだっけ。あ、そう、どうも、チェスマスター本人です、本物です。というわけで今回は、2人でチェスをやっていきます。クリア 2.0 の、待って、もう一回。どうも、チェスマスター本人です、本物です。というわけで今回は、2人でチェスをやっていきます。はい、まあそれだけです。ただ、じゃあやっていきましょう。ちょっと一回マイクの音切ります。というわけで、はい、やっていきましょう。ちょっと待ってね、ちょっと待って。で、どっちかに入るみたい。っていうか、まあ、ここ、一回やったんですけどね。バナナにチェスを教えるために、一回やりました。今回は、ちょっと待って。ちょっと一回こっちの音切っとこう。バナナに声がいかないように切っておきました。バナナ、チェス終わったら、一応、声オープンにしよっから。ちょっと待って。で、まず最初に説明しておくと、チェスはキングを取るゲームです。将棋みたいなもんです。で、白から先で黒が後です。で、これはポーン。将棋で歩みたいなもんです。で、バナナが動かせば、銃を撃って動かせ、みたいです。はい。あそこにいるとナイト、桂馬みたいなもんなんですけど、に取られるんですよ。で、ナイトは駒を飛び越せます。
で、さっき出てきたこの丸っこいやつはビショップって言って、将棋でいう角です。地図にも大手みたいなやつがあってチェックと言います。でその時はキングはチェックを回避しないといけません。まあ当たり前ですね。参りましたってやつですね。あの勝利理由、こっちはちょっとよくわかんないです。ちょっと後で調べます。どうしよっかな。今考えてるのはこのビショップを動かしてこっち取ってからチェックっていうのもありなんですけど、こいつに多分取られるんですよ。でどうしよっかなって。とりあえずポーンを動かします。とりあえずポーンをこっちに動かしました。でナイトがこう動いてくると、で多分こっち多分ここら辺かここら辺に動いてくるはずなんですよ。でそのためにと先にこっちに動かしておきます。バナナ今配信見るのよ、念のために。それはさすがに思わないから。でこっちに来ました。多分こいつを取りに来るはずなので、でそれで私はこっちを取ってチェック。で多分あそこを動かしてくると思う。キャッシングする？お？キャスリングといって、キングが動いてない状態で、あ、キングとルークが動いてない状態で、このルークってやつなんだけど、ね、鳥で。これ飛車みたいなもん。で、キングとルークが動いてない状態で、
こうやってなんか入れ替われます。まあ入れ替われるんだぐらいにで覚えておいてください。ポンを取ってきます。あれ？なんで？ん？あれ？なんでだ？あ、そういうこと？今チェックだったみたいです。全然気づきませんでした。ライトを動かすとクイーンに取られちゃうの でクイーンはあの飛車と角を合わせたようなやつです。ちょっと喉痛いんだよね、ごめんね。今なんか多分ミスだったんでしょう。動かしてくれました。でポンで取れると、ちょっと形勢が逆転してきました。まずいんじゃないバナナ。うん、だから取れるんだよこっちで。大丈夫だ。バナナは何をする気なんでしょう。
をじゃあ後ろに動かしておきましょう。あー、ミスったな。あー、これちょっとビショップ取って取られちゃいますね。まあでもルークで取り返すから関係ないか。で、なんかあっちに来ました。ミスったと思ったんだけど、なんか変えてくれました。ちょっとよくわかんないですね。ビショップは余ってるので適当に動かせます。あのルークをこっちに行ったら多分動いてくると思います。ほらね、やっぱりでこう来るのでこうと。で、ルークが多分動かなかったら、まあ俺こっちで取ってっていう動きです。流れ的には。で、こっち来たらルークが取れるし、で、こっち来ても、あれだしって感じです。今考えてるのが、こっちのポンを動かして前に、で、違うとこから狙われないかなって今考えてます。まあでも多分狙われません。いいこと思いついちゃった。多分これ取りに来ると思うんですよ。で、取りに来てビショップで取りましょう。んでも、もうちょっと小細工が欲しいですね。チェック？来るので、一回戻ると、多分あっちにとっては何がしたいんだって思ってるかもしれませんが、取るか？取った！ん？取ってないよ、ごめん。気づいたのかな？じゃあ、とりあえずこっちで。で、ポーンは前しか動かないので、横には動けません。で、こうしてくるんですよ、多分。で、そこであえて勝負をしに行く。チェック。
ちの駒はあと6駒で、あっちは5駒です、キング含めて。ちょっと待って、どうしよう。今挟まれてんだよな、ここ。いや、こっち行っても、ビショップじゃん、取れそうなんですけど、ポーンで取られちゃうんですよ。だからって言ってこっち行くと、まあ、やられるし。一回こいつをこっちに動かしておきます。こっちで取りますかね。戻ります。一回こっちに戻しました。どう動いてくるかな。それ取る。もったいないね、それ取れたのに。動かしちゃうよ。できるだけ釘刺しっていう、釘刺しだっけなっていう状態を作りたいんですよ。こっちが動いたらこっちがやられるみたいな状況を取ると動きやすくなるんです。とりあえず数を減らしたいところ。こう動かしてくるよね、やっぱ。一回チェック取っといて、無理無理、チェックどかさないと。そうそうそう、
キャッチどう動いてくるか。どこ動いた？そこか。これ奥横取れるでしょ。でキング動けない。で斜め動けない。あとここだけでチック取っちゃえばいいんだけど、どうしよう。あ、そこ駒取られたね。今気づいたけど、いや待て、こっちで牽制するのもありだな。なんで？これ取れちゃうよ。これじゃちょっともう勝ち目がなくなってきたぞ。ん？待って、動かした。アンパスさん。最初のポーンは2コマ動かれるんですけど、2コマ動いた直後にポーンが取れるっていう技です。これにはさすがにびっくりでしょう。で、一回動かないでおいて、動かして多分後ろしか引けないから、多分ね、前か、前で来るか。だがしかしドイツの科学は正解。それ違うな、それジョジョだ。結構取ってんだよね。で、キングで左を潰したいところ。何をしてるんだ、あいつは。多分またキングがね、こっちの方来ると思うんだよ。ほら、こっちしか来れないから。で、ポーンを一番最後まで動かすと、なんか好きな形に変われるんでしょ。ナイト、ビショップ、ポーン、だっけ、ん？違うな。ナイト、ビショップ、クイーン、ルークに変われるんですよ。でも、なんかこのゲームだと強制的にクイーン変わります。よいしょ。で、もうこうなると、もうほぼほぼ勝ち目がないので、バナナは、引き分けっていうのがあるんですけど、キングがどう動いても、動かせる駒がないっていう状態にならせれば引き分けになるんですけど、バナナはそれぐらいしかできません。もうこういう状況になると、ちょっときついです、普通に。で、クイーンで一気に。
キング動かせないよ、もう。もうどこ行ってもやられるから。こっち行っても、こっち行っても、こっち行っても、ここら辺全部。ここであえてキングを前に出す。で、そしてですよ。ちょっと最後クライマックスになるので、まあ、見ててください。で、あっちは4コマ。こっちは何コマだっけ ?6 コマです。で、唯一こいつだけが動いてません。さてどうだ、今もう30分ぐらい経ったけど、なんか試合始まってから、試合っていうかマッチ、もう早くしろバナナ。早くしろ。で、ここを取ると、えい、勝ちです。まずルークに狙われてるので、こっちダメ。で、こっちもこっちもダメ。こっちは、ビショップに取られる。こっちは、キングに取られる。こっちは、横一列、クイーンに取られるって形です。で、勝利。勝利した。で、今の状態をチェックメイトって言います。うん、まあ簡単に言うと勝ちですね。はい、勝ちました。勝ち申した。じゃ今のは犬の声です。じゃあ今回はあともうちょっとバトロワも行きます。あ、ちょバナナ、今回はチェスかバトロワだけだから、これで。あ、ちょっと待って、リプレイちょっと撮るね。さっきのどこだっけ？30分？30分？なんか嫌な感じするな。ちょっと待って、30分ちょうど？しかも。ここはいいんだよ。じゃあ、あの番だけ出したい。だいたいめっちゃ早くすると、ちょっと待ってね。めっちゃ早く動かすと、あれ？ちゃんとなんない。いきますよ。今4倍です。まあ、なんかやってます。なんかやってます。早く動かせ。これ4倍速だけど。待って。よくわかりませんが、まあ時間はかなりかかると思います。まあ多分編集でなんとかしてると思うんで、夜です。見えるかな？ちょっと見にくいよね、ごめんな。で、俺が黒です。バナナが白です。
結構考えてね。で、ちょっとバグでなんか、あの、白ルークが、なんか白の横からもやっとしてるやつになってます。すいません。ちょっとあの、俺、あの、作ったの俺じゃないんで、ちょっと、そこだけは、はい、お願いします。なんか裏で音カチッて鳴ってるけど。配信中待ってる間めっちゃ暇なんだけど、まあ、編集動画の方は編集し終わった後だからね、多分見やすくなってると思う。そこだけやろう。あ、言い忘れてたけど、あのチェスはコマ取ったらもう使えないのね。暇。早く落とし。こっちも街行きたい。まあでもあとちょっとで終わるはず。ちょっと真ん中見にくいよね。ごめんね。俺も今思った、なんかすっげえ発射してんなーと。これ後半の方かも。だいぶ終盤。すいません、ちょっと音が。これめっちゃ考えてただけでさ、ほんと最後の方になってきてる。早くしろ。抜きだろ。ちょっと待ってよ。そんなバナナ誰がダジャレ言ってたの。ちょっとそろそろ終わるはずなんですけど、ちょっと待ってね、ごめんね。
撮影で使うから、これ多分。このね、キングをこっちに追い込んだのが良かったね。そう、キング追い込んで、キングと一緒に攻めるっていう方法もあるから。そろそろ終わるはず。あ、終わりなの？で、本当は、ここで、こいつが、こっち来て終わる。一応 PV も。どうやって撮んだっけ？違うな。で、こっちも行って、なんか、プレイ紹介動画みたいに。はい。で、一回リプレイで撮影が終わったので戻ります。出たんだ。ああ、バナナこっち行っちゃったか。バナナ、戻ってこい。あ、戻った。早いな。ちょっとあんま勝てなさそうなんだよな。ちょっと一戦だけ、バトラー行っていい？ちょっと。そう、どっちでもいいから。まあ、いっか。じゃあ今回の配信は終わりです。お疲れ様です。じゃあねー。まあいいや、じゃあ。